やばい、緊張する。弾丸論破の時あんなに気楽だったのに。俺今すっごい気楽やで。え、じゃあ弾丸の時。人のってこんな感じかって、うん。そうそうそう。え、人の時めっちゃ楽だけど、弾論取ってる時ってズッキー結構あれだったの？緊張してたってこと？いや。じゃあ私は、あれなんだこれ。別に自分のでそんな緊張することはないかな。まあ緊張、うん、そうね。新しいゲームを始めるワクワク感と、うん。あの、ホラーだという。緊張が。俺に関しては、はい。あの、まあ、弾丸論破を、まあ、まず何も知らんっていう状態と、うんうんうん。まあ、とにかくミステリーが好きっていう点。うんうん。を含めて、普通にワクワクし続けてたかな。ああ、なるほどね。うん、俺の推理をとことん披露するぜの気持ちだったから俺は自信過剰に。なるほど。披露しまくるぜやったから、うん、じゃあ今回の実況でも大活躍なんじゃないですか。いやそんなわけないやろ。え、俺はわりかしちょっと口数少なめでいこうかな。嘘ちょっと私は、まあ、あくまでも主役はそっちやから、うん、うわ叫び散らかすので精一杯だようるさって思いながら聞いてこういやうるさって思ったら言ってよ。口に出していいんだよ全部思うことにしよう。いやここ怖いのにな。ねえ、一人実況と変わらんって見守り、あ、今よくある見守りみたいな。なるほどね、保護者ってことね。保護者なんかな。うん。さあこの画面から始まってて、結局私たちは何のゲームをするかって分かってないと思うんですけど。はい、一切分かってない、はい、そうだね、今回やるゲームはパラノマサイトファイル23本所七不思議、なんか群像ホラーミステリーアドベンチャーっていうことで、うん、私がね、好きなイラストレーターさんがなんかこのゲームをおすすめしていたんですけど、うん。ちょっと、やりたいと思って勢いで買ったはいいけど、一人でやるには勇気が出ないなーって思ったんで、うん、まあ、ミステリーもホラーも得意であると噂のゆずきさんに来てもらいました。よろしくお願いします。ホラー得意とは言った覚えないけどね。あ、得意じゃないんだっけ。いや、できるけど驚きはするよっていう感じかな。うんうんうん、苦手だし驚くよ。まあ、ミステリーに関してはな。うんうんうん。あ、まあ、こっちでは弾丸論破やってるんで。そうだね。そう、あの時、その弾丸論破の時は私は本当にただのちゃちゃ入れだったんで、うん、しばらく頭を使ってないということで、ちょっとポンコツになってる可能性が9割。はい、その誇りを払ってもらって、はい、ちょっとねピカピカに磨いていこうかなと。はい、俺はちょっと誇り貯めようかなって思ってます。楽しようとしてんなじゃあまあゲームスタートしたらこの画面でね、なんか歓迎されたんですよ、これはこれはと、うん、なのでここから進めてないんですが、おそらくこれ男でしょうということでズッキーに読んでもらおうかな。早速。うん。あ、緊張してきた。あれ？いや、こういうセリフって大事やん。まあね。導入のさ。一番最初ですからね。ヘマするわけにはいきませんよね。これはこれはようこそお越しくださいまして。おお、歳いってるな。おーおー、すごい。あ、でもめっちゃレタロー。うん。あなた様がいらっしゃる。心にお待ち申し上げておりました。あー、なんか声合ってる気してきた。ブラウン管だし。あーすごい。あー、なんかそれっぽいそれっぽいおじさん来た。やるやん。お初にお目にかかります。私ここの案内人でございます。あ、どうもよろしくお願いします。なんかグローブしてさ、拍手してそう。あグローブしてるしかも思ったより真横でやってたわ。やってたわやる、映す意味あんのかわからんけど。ほんとだよ。やったら気づくやろ、横におる存在。これあれかな、またテレビ中継でもなんかしてるんでしょうかね。してるんかな。はい。これより先は、私があなた様をご案内いたします。
どうぞお見知りおきを。いやどうぞお手柔らかにお願いします。神長。さて物語を始めるにあたりいくつか注意事項がございます。注意ですか、何でしょうか。まずこちらのゲームですがオートセーブに対応してございます。あーなるほど、あれだ、不正はできないってことね。そういうことやな。はい。中の柄もすげえ。すごいね、かっこいいね。だいぶいかつい格好してんな。うん、しかも外はこうちょっとジャケットっていう、かっこいいな、なんか中着物なんちゃうっていうレベルよな。ねえ、着物じゃないのこれ。着物にコート着てんの。うん、なんか不思議な組み合わせ。斬新。節目節目の切りのいいところで自動的に保存しておりますので、いつ中断していただいても大丈夫です。あーなるほど、ポジティブに捉えるとそういうことだね。ほセーブとはすこぶる大変な大切な要素、記憶をずっと残しておくただ一つの手段にございます。そうですね。違う、これお面かぶってる。あっ、ほんとだ。あ、これあれだ、じいさんちゃうぞこれ。じいさんに見せかけためっちゃ若々しい男っぽいな、かもしれんな。あ、絶対イケメン。これじいさんのふりしてる俺みたいな感じか。あ、これズッキーだったの。いや俺やなこれ。そっか、だからグローブしてるのも分かってたんだ。俺が今現在深呼吸してるみたいな。自分のこと紹介してるだけみたいな。自己紹介。時にはオートに頼らずメニューから手動でセーブを行うことも必要かもしれませんね。いや私セーブ中なんでね、めちゃめちゃセーブしますよ。お、そして画面右上にご注目ください。こちらにメニューボタンがございます。ポロ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 、うるさいの。すいません、ありました。はい。おお、わあすげえ、おしゃれ。あ、なるほど。え、なんかすごい、ここ何、なんか後で出てんのかな。解放されるやろな、うん、でログが出てると、でセーブができると。おお、あ、いいな。あ、5個ね。なるほど。セーブ数少なって思ったんちゃん。少ないと思いました。もっと用意しろって思ったんちゃん。思いました。あと50個ぐらい用意しろと思いました。全てお見通しでございます。あー、さすが案内人。こちらのメニューではテキストログや便利な資料の参照、オートモード切り替えボタンのオンオフなどが行います。はい。さらにオプション画面に入りますと画面の明るさや音量などを自由に調節いただけます。おお、めっちゃ明るくしてやろうかな、怖くないかも。白飛びするんじゃん顔。例えば聞きたくない声などありましたならばボイス音量ゼロにすれば聞かずに済ますことも可能です。あ、なに、叫び声とかってことかな。なのかな、キャラクターが喋ってくれるんじゃない。あ、ボイス付きなの。もうそれも何も分かってないわ。うん、試しにボイス音量ゼロにしたら多分俺のボイスも消えるで。あー、そっか、案内人だから。本当の一人実況になってしまう。今後俺が喋ることは多分なくなるで。いや、じゃあゼロにすんのやめとこう、うん、そこも多分連動してるから。うん、あー笑った。多分消さんって言って喜んだやろな。あ、喋っていいんやズッキーだな。画面の明るさや操作方法などは今のうちに確認しておくのをおすすめいたします。あ、今のうちにね。これで振動、振動、あ、コントローラーじゃない。あー、コントローラー、え、キーマウでやってるんだけど。ああ、じゃああれかな、なんかその爆発起きた時の画面の揺れとかさ、そういうのがあるかな。まあなんか画面酔いしない程度だったらいいかな。うん、サウンド、ああ、それはダメです、お客様。オーケー。ゼロにはしてないよ、1だから。帰ってきて。あれ。私はもう喋りません。なんで W、 あ、アモアスで動かす時のあれね。で、呪詛講師、呪詛講師、呪詛講師、それはまだ秘密でございます。あー、すいません、ちょっと先に見ちゃいました。まあこんなもんかな、設定は。うん。あー、変更しよう、いや変更する、すべて反映、これか。 OK、 何を変更させたんか覚えてないけど、明るさ、明るさか。うん、よし、
じゃあ。ありがとうございます。はい、笑顔ですね。お、資料が更新されました。更新ページ開く。ちょっと、じいさん離れていってるけど。でもこれ大体さっき、うん。説明してくれたことだね、多分。そういうことやな。うんうんうん。何、文化社会、うわー、いろいろあるんだな。はい。じいさん？はい。その他の必要な機能につきましてはその都度ご説明いたしましょう。ありがとうズッキー。ああ、それとあらかじめ確認しておきたいことがございました。何？これから先もずっとあなた様とお呼びし続けるのも堅苦しくございましょう。何言ってんの、いつもピオスって呼んでんでしょ。呼んでへんわ。どのような名でお呼びすればいいか教えていただけますか。呼んでへんわって、え、何で呼んでんの私のこと。おい、お前とか。やばい、裏の主従関係みたいなのが見える。やめてくださいよ。入力。どうしようかな。普通に名前つけても面白くないよね。うん。唐揚げ子とかにしようかな。唐揚げ子？え、やばい、こういうので私めっちゃ悩むんだよ。いいよ、悩んで。あ、マジ？うん。過去には変な名前をつけてしまってちょっと悲惨になったゲームが何個かありました。本当になんかパンティよく知ってるね。こっち編集してんねん。ちょっと概要欄に貼っとこうかな。素材使って編集してんねんこっちは。極度にダサくするなら、うん、狂犬。狂犬なー、こっちは。うわー、きっつ。どうよ。きっつ。生きりすぎ。地獄の番犬って書いてケルベロスって読ませてそう。さあ、よくわかったね。え？なんか元ネタあんの？いや、違う、なんか、いや、私も今頭の中でちょうどケルベロスだなと思ってた。まあでも地獄の番犬って言ったらケルベロスよな。まあそうだね。じゃあケルベロスってことでいいんじゃないこれ。どう？ケルベロスって言いませんのこれ。うん。きっつー。おい、ケルベロスって、みんな地獄の番犬ケルベロスって呼ばせてんの。ルビー振ったらケルベロス。いや、ケルベロス様。やば。いや、いいんじゃないかな。後悔せんねやったらいいよ。いいよ、ほら、怖い描写もちょっと和らぐかもしれんよ。あ、なるほどね。うん。こういうね、名前で、ちょっと緩和するのいいよ。うん。じゃあ行こう。ケルベロスだ、お前は。あれ？え？どういうこと？え？ちょっと待って。え？なに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 、待って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 。え、スチームの名前とかじゃない？あ、そうかもしんない。怖っ、ケルベロスのくだり何やってん。あ、びっくりした。めちゃくちゃ適切を進めるし。ごめん、ちょっと待って。動揺して。動揺しちゃってる。承知いたしました。ピオス様でいらっしゃいますね。違うって。怖っ。地獄の番犬ケルベロスだって。ケルベロスやって。おっと、これはこれは大変失礼いたしました。失礼しました。私としたことができりそうだとばかり思い込んでおりました。どうしたことでしょう。お前覗いたな、データを。ぎっくり。ははは。では、改めまして。ケルベロス様でよろしいですね。はい。はい、承知いたしました。こちらで間違いないようです。いや、怖かった。では前置きはこのくらいにして物語を始めることといたしましょう。はい。提供ケルベロス。ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしますじゃないの。おお、私がスポンサーだったか。はるか古の時代から現代まで、どんなに文化文明が移り変わろうとも、人々の営みには常に死がつきまとってございました。うんうん。自分自身のあるいは親しい者の死が辛く受け入れがたいものであることは、
いかな時代に生きる人であろうとも変わらない共通の価値観であると言えましょう。そうだね。実際、幽霊、亡霊など死に対する恐れや願望を反映した伝承が古来より数多く残されております。はあはあ、同時に死に抗うため反魂香や玉呼ばいなど様々なまじないや儀式風習も生み出されてまいりました。反魂香も玉呼ばいも初めて聞きました、ね、初めて聞いた。うん、まじない儀式風習にそういう名前のものがあるんだね。うん、かな、うん、まあそうよな。その死の後って考えんでいいはずのものに対してさ、うん、いろいろ考えるのってすごいよな。確かにね。死後の世界だとか、うんうん、死んだ後は幽霊になるんだとかさ、うん、その魂がどこへ行くのかとか。まあなんだろう、人間その死んでしまっても何かしらで形が残るとか、こうつながっていたいと思う気持ちが昔からやっぱあったってことなのかな。あったってことよな。ね、人の死に対する思いっていうものが、うん、まあ、こういったものを作り上げてるってことよな。なんかエモいね。エモいな。昔からエモかったんや、うん、人間。エモい。すげえ、人間ってエモ。そこで生まれた秘術のいくつかは今もなお言い伝え残されているというわけでございます。ふん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 。ああ、ところで、ケルベロス様。はい、なんでしょう。突然ですが、あなた様には、死んでもらい、おー。あーそう死んでもらいますっていう。ね、デスゲームの。逆やったわ。主催かと思ったわ。生き返らせたい人はおりますかな？あー。生き返らせたい人。まあ、いるかな。俺今のところはおらん。そっか。私が生き返らせたい人っていうのはそのおじいちゃんなんだけど。ああ、でもおじいちゃん自身が生き返りたいかどうかって分かんないじゃん。分からんよな。うん、だから別におじいちゃんが生き返りたくねえな、別にもう人生終わりでいいや、オッケーって思ってるんだったらだいぶ軽いじいさんやけどわしはこれでオッケー人生謳歌したオッケーってなったらいいんだけど。うん、あくまでも周りのものからの未練でしかないよな、そういうのって。そうだね。だから私がどうのこうのって話じゃないと思うんだよ、うん、そう、それを個人的に思ってるだけで、それはなんか、うんうん、なんだろう、独りよがりというか押し付けになっちゃう気がする。あるかな。うん、うん、お、近づいて。もし来るな。もし死んだものを生き返らせる幻の秘術を一回だけ使える機会があるとしたら。ほう。そうです、ただの一回限り誰かを生き返らせることができるのだとしたら、ケルベロス様どうなさいますか？はあはあ、自分自身を犠牲にしてでも使いたい、誰かを犠牲にしてでも使いたい、何の代償もないなら使いたい、必要ない他の人に譲りたい。難しい。難しいね。なんか何の代償もないなら使いたいって、うん、逆に使いづらくて。うんうんうん。なんかそんな安易に使っていいもんじゃないからさ。そうだね、本当はありえないことだもんね、うん、ほんまに代償がないのかって思っちゃう。思うね、うん確かにその身の回り、自分以外の知ってる誰かが犠牲になってないかもしれんけど、うんうんうん、ほんま地球の裏側で誰か犠牲になってんじゃないっていう不安が残るから俺これは嫌。そうね、だって全員が全員をこう死人できるわけでもないし。そう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 、うん、何が起きてるのか見れるわけじゃないから、うん、使った反応でほんまに代償がないっていう証拠がないから俺嫌。うんうんうん、まあこれが嫌なんだったら私は一択だよ、これしかない。必要ないかな、うん、うん、いらないわ。なんか誰かを犠牲にしてでも使いたいとは思わないし、うん、うん、別になんかさっきも言った通り、その死んじゃった人の意見ってもうやっぱ死人に口なしだから分かんないから、
聞かれへんからな、うん、そう、その人の意見が分かんない限り自分を犠牲にしてでもとかっていう意見にも別にならないから。怖いもん、下に向かって生き返りたいですか、うん、って聞いてんの嫌やもん、闇落ちしとるまあこれかな、必要ないかな、うん、別にそこまでして生き返らせたいと思える人は今のとこ思い当たらないかな、うん、っていうか多分できないかな、うん、なんか追ってもできひん、うん、黙っちゃった、うん、なるほどなるほど、意味深な3点リーダー2つもつけやがって。よくわかりました。あなた様、あなた様ならばきっとそうおっしゃると思いましたと思う。さすが理解力あるね、私に対して。まあ俺ですからさすが。おや、どうかなさいましたか。近づいてこないでください。ああ失礼失礼、これがガチ恋距離というやつでしたか先ほどから置かれているこちらの箱が気になってございましたか。あ、気になってましたけど、うん。珍しいでしょ、これはカラーテレビです。あー、時代的にはもうちょっと前なんだろうな、そのカラーテレビが普及する前ぐらいってことかな。かな、うん。これからご案内する世界はあなた様の時代にはないこんな機械、こんな機器が各家庭に普及している、そんな時代なのです。ほうほう。他にも例えば、お、人々が野外でどなたかと連絡をする際には、あ、公衆電話、各地に設置されたこのような公衆電話なるものを利用いたします。テレフォンカード。そのような時代想像できますでしょうか。結構身近だったけどな、公衆電話って。公衆電話、まあ、うん、現代から見るとまあ見ないけどね、もうあんま見かけへんけど、うん、それこそまで指くわえてる時代は割とあったんじゃない。うん、そう、小学校の時とか結構、うん、学校の近くにあってガチャガチャみんななんかいたずらしてた。あ、いたずらしてた適当にボタン押しまくってそうそうそう、なんか鬼ごっこの隠れ場所とか逃げ場所みたいな、はいはいはい、こっちも鳥の、あの、カゴの中の鳥やねんけど、そうそう、もう見つかっちゃったら終わりなんだけどねそういうのだったらイメージできるけど、うん、この物語はぜひケルベロス様の手で進めてくださいませ。はい、そもそもそのためにここにいらっしゃのでしょ。ああ、意気揚々と来たよ。それでは始めましょう。大変長らくお待たせいたしました。本日これより開催されますパラノマサイトは、よみがえりの秘術という呪いをめぐって、よみがえりの秘術、壮絶な命の奪い合いを繰り広げることになった9人の男女が紡ぐ世にも怪奇な夜話にございます。今回の登場人物の中にはきっとそのよみがえりの秘術をあなた様と同じように扱える者もいることでしょう。まあこれに関しては必要ないって言った答えかな。うん、特に大切な存在をなくした人にとっては我にもすがる強い思いもあるかと思います。そうだね。最初に紹介する沖江翔吾という男もまたその一人でございました。なかなかハンサムじゃない。ナイスガイガー。おお、すごい。沖江翔吾、男、会社員、ごく普通の会社員の青年、墨田区に本社を構える化学薬品会社飛博石鹸の企画部に勤めて3年目。東京西部の一般家庭の出身。カラーテレビ誕生と同時期に生まれ、特撮やアニメ、バラエティ番組、プロ野球、歌謡界の高森の中で育つ。都内の有名私立大学を現役で卒業。学生運動が落ち着いてきたこの世代に多いノンポリと呼ばれるタイプで、ノンポリシーか、うん、何もしなくてもどんどん発展していく世の中に対して特に不満もなく、特別な強い思想も持たず、成り行き任せながら充実した日々を過ごしている、うん、ポリシーがない。進路もそうだね、フラフラしてんだ。進路もなんとなくで選んだ会社だが、このまま
順当に昇進して結婚して定年まで働くであろう人生に疑問を持っていない。趣味はフォークギター、恋人募集中ですって皆さん。なるほど。いや、ハンサムですからね、狙うなら今ですよ。今のうちですよ。ちゃんとこう平凡な彼ですけど、なんか結構ちゃんと3年働き続けてるみたいなんで、うん、普通の、ごく普通の幸せな家庭築きそうよ、こいつ。うん、いいんじゃないですか、狙ってみては。臨時ニュース、臨時ニュースだ。おや、何事ですかな、こんな時に。やるわ。早朝、墨田区の公園内で溺死している男性の遺体が発見された件で、沖江翔吾が、ああ死んだ、沖江翔吾かわいそうに。警察はこの遺体は同区に勤める会社員、沖江翔吾さん25歳であると発表しました。ああ。争った形跡から事件の疑いがあるとして、本日墨田署に捜査本部を設置し、うわあ、びっくりした。おっと、失礼いたしました。何でもございません。何でもあるよ。いやいや、やばく、とんでもないネタバレをされてしまうところでした。やばい、ネタバレって言ったらちゃんとネタバレなんだなって意識しちゃうじゃん。やめてよ。今のは見なかったことにしていただいて、時間を少々戻したところから始めましょう。なるほど。死んでるんだな、沖江翔吾って。死んじゃうんや。ああ。いいですね。あなたは何も見ていません。ああ、なんか目が霞む。あ。おやすみ。私は一体何を。何も知りません。え、今私って何を見たんだっけ。沖江翔吾が死んだんですよ。そうだよね、25歳の沖江翔吾が。この物語はフィクションです。登場する地域、人物、団体、伝承などは実在のもとは一切関係ありませんよ、ケルベロス様。はい、わかりました。ガオガオ、スクエアエニックスプレゼンツ、かっけー。このちょっとノイズ混じりというか、うん、おいおい、大きい絵が自分みたいな感じね、これ。なるほど。で、これは多分、くんって言ってるから女の子だよね。かな。大きい絵くん？大きい絵くん、大丈夫？女や。ようこちゃん。おーい、大きい絵くん？やろ。あれ？こんなところに美少女が。これあれだ、選択するんだな。あれじゃないよ。起きたかね、沖江翔吾くん。あ、なんかいい今の言い方。ダメだよ、こんなところで急に寝ちゃびっくりしちゃったじゃん。ほら、立って立って。よっ、ご覧せん。と、あ、言っちゃった先に。どう？大丈夫？めまいとか頭痛とか肝の虫とかあったりしない？大きい絵翔吾くん。ああ。これズッキーじゃない？なんか。なんか、自分見てるみたい。あれ？あ、ズッキーっぽいな、なんか。さすがに肝の虫はないが、まだ少し頭がぼーっとするな。会社員、沖江翔吾、溺死。死因まで書かれてるやん。そっか、それは心配だね。試しに周りをぐるーっと見て大丈夫か確認してみ。あれかな、バットを立てて、そこに頭つけてぐる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 って。ぐるぐるバット。そういうぐるっと回るじゃないか。どういうこと？あなたが操作できる状態の時は画面をドラッグするか、ゲームパッドミニスティックで周囲を見渡すことができる。はい。ぐるっと一周。こういうことね。うん。はいはいはい。あ、これなら大丈夫かも。ああ。うんうん。一回回って、ワンって言えばいいんかな？え？公衆電話。お、近い！はあ、よくできましたってこと？ワンって言えて。かな？ああ。急にワンって言って言い出してどうしたのって。心配してる顔してるもん。うんうん。大丈夫そうだ。よかったよかった。と、私たちがここで何してたかもちゃんと覚えてるよね。いや、蘇りの秘術だっけは、ちょっと。
もしかしたら陽子ちゃんが使った可能性も。なるほど。あり得る。そう。でか。うん。うん。蘇りの秘術手に入れようとして普通に死んだから。ああ。まあこっちでいいかな。え？あれ？私その話、おきえくんにしてたっけ？時間巻き戻ってんな、やっぱり。戻ってんな。うん。でも知ってるってことは話してたのかな？ん？まだちょっと頭がはっきりしてないみたいだし、とりあえずあたりをよく確認してみよっか。ケルベラスくん。あれ？あれ？あれ？知られている。あたりを見回して調べたいところをお選びください。話ができる人がいる場合は顔を選ぶことで会話いたします。話す。いやー危なかった。蘇りの秘術を手に入れる前に死んだりしたら元も子もなくなっちゃうところだったよ。死んだんだよな。いいですか、あなたは何も見ていませんって言いたさんかな、陽子ちゃん。あれ？おっとってバレるところだった。危ない危ないってピオスさんって言われるかもしれん。やばい、怖いよ。この場所は、そうだ、東京都墨田区の錦糸町の駅近くにある錦糸堀公園で。お、ちゃんとある場所言うんだな。いやな。うん。今日は彼女から大切な用事があると頼まれてわざわざやってきたんだ。ああ、誰かを犠牲にしてでも蘇らせたいって言って、おきえくん犠牲にしたパターンとか？で、俺は死にたくない。いやけど、陽子ちゃんの方が強かったってこと？女って強いからな。まあ、確かに、非力っぽい感じはするけどな。ズッキーが？投げ飛ばされそう。時刻は深夜の0時を過ぎ去っている。少し過ぎている。さすがに周囲に人の姿は見当たらない。ああ、資料が更新。これはまあ、いいか。あ、ちゃんとチェックしたらチェックマークつくんだね。で、これね。電話ボックス。公衆電話。どこにでもある電話ボックスだ。緊急時も使えるようずっと明かりが灯されている。うんうん、オッケーオッケー。電話ボックスがある。周囲は見た。まあ、周囲は基本的にほぼ周囲なんかな。ぽいね。うん。街灯があって、あ、遊具。遊具。特徴的な遊具がある。昼間多くの子供たちと戯れている遊具も、この時間じっと眠って休んでいるようだ。エモい表現する。遊具も休む時間があると。素敵だね。話すか。いや、でも、話してるか。あ、彼女は福永陽子だ。うん、大丈夫。ちゃんと覚えてる。なんで胸からちょっと舐めるように見てるんやろな。やっぱりいい女だ。オカルト系が好きな23歳の家事手伝い。彼女と出会ったのは1ヶ月前のことだ。家事手伝い、うんうん、そういうお仕事なのか。なのかな。家政婦さん的なことやってんのかな。うんうん。これまでの経緯はもう少し思い出せば思い出せるだろう。思い出せば思い出せるって当たり前なんだよな。あの左下にさ思い出すってあったやん。え？陽子さんとは何度か会ってきたが気が合うというか一緒にいて楽しい子だ。まあ向こうが何を考えているかわからないし、まだ交際するとかそういう空気ではないが。おい、恋人募集中だからって。明るく活動的でかつ不思議なことが大好きという少しギャップのある彼女に惹かれつつある自分がいる。あ、いいじゃん、もう完全にヒロインなんだな。かな。おお、びっくりした。不思議大好き女子福永陽子。うん、人物リスト、OK。いやでもいいな、こういう感じの。あ、本当だ。全然気づかなかったっす。ちょっと、もう一回、いちいちセーブしますわ。あ、あ、なるほどね、いい、ガチ恋距離。いいね。これがガチ恋距離ですかの。おっと。あれ、陽子ちゃん。陽子ちゃん。思い出す。彼女とのこれまでの経緯は、まず彼女、福永陽子との出会いが、一月ほど前この公園でのことで。おお、回想シーン。セピア。あ、BGM めっちゃいい。休日の昼間、
錦糸町での用件を済ませ、俺はこの公園で軽く休憩をしていて。あ、もうこれホラーゲームじゃないね、この BGM は。なんとなしにぼーっとあたりを見回していた。あ、見回すのね。ああ。すると公園内をうろろと歩き回ってる彼女が目に入った。見ていると砂場を掘り返したり遊具の裏を覗き込んだり探し物してるのかな。うん。動物のオブジェに何やら話しかけては楽しそうにペシペシと叩いたりしていて。ああ、オカルトのなんか試してんじゃないの。ああ、おまじない的な。うんうん。若い女性が一人で何をしているのかと気になったので、なんとなく声をかけてみた。あの、何か探し物ですか？え？あ、ごめんなさい。私、不審者みたいでしたよね。なんというか、探し物と言われれば、まあ、そうなんだけども。よければ、探すのを手伝いますけど。本当？それは助かる。けど。けど？それって、下町人情ってやつ？それとも、下心人情の方？後者ですかな？あ、にやり。え？じゃあ下心で。オッケー。お兄さん面白い人だね。自分からそう言えるなら大丈夫かな。いや、ナンパ師って結構そういう人だと思うけど、そんなことない？どうなんやろ。いやいや、そんなことしねえって。へへへっていうのが、あー、俺の中の勝手なイメージ。まあ、あの見た目で、いや、下心ですって真面目に言ってたら面白くいいかもね。確かに確かに。うんうんうん、不思議大好きちゃうし。うん、じゃあ手伝ってもらっちゃおっかね。ちょっと面倒かもしれないけど。ああ、大丈夫。何を探せばいい？アクセサリーとか？うんうん、七不思議。なんせここは置いてけぼりだからね。あ、金絞りの置いてけぼりほうっていう。おえ？ああ、しまった。病気かって顔された。元ネタは、本所七不思議なんだけど、知らない？タイトル画面で見ました。この辺りの人ならみんな知ってるもんだと思ってたけど、そうでもなかったか。まずタイトル画面見てませんでした。嘘です。嘘つき。ごめんなさい。ようこちゃん嘘ついてんのか？本所っていうのは、ここ東京都墨田区の南側一帯の地域を指すんだけど、その昔墨田区は本所区と向島区の南北2つの区が合併してできたことに由来するわけだね。へえ、知らなんだ。ああ、あ、興味ない？俺はこの辺りの会社に勤めてるだけで、住んでるわけじゃないからな。そっか、じゃあ知らなくても仕方ないか。で、その本所エリアに江戸の昔から伝わっている伝承が本所七不思議ってわけ。江戸時代から？そんな200年も昔からある話だったのか。お、興味出てきた？ああ、どうせ昨今のオカルトブームに乗っかったポットでの話なのだとばかり思ってたから。あ、オカルトブームなんだこの時。確かに今話題になってる怪談とか不思議にはそういう疑わしいのもあるよね。でも本所七不思議は本物だよ。本物？うん、本物。マジマジ。いや、七不思議の本物ってどういう意味なんだ？不思議じゃなくない？もう、うん、その不思議な現象とやらが実際にあの公園で起こるとでも？ほーん、うん、そうそう、だいたいそんな感じで。あれなんだ、動物に話しかけたりペシペシしてたんだ。話しかけてたんかな、うん、そんなオカルトが起こるとでも。でもまだ足りなかったみたいだね。あれだけやっても何も出なかったから。あれだけやっても足りなかったっていうのは、手順がもうちょっと複雑やったりするんかな。うんうんうん。それが彼女、福永陽子との出会いだった。おー、資料が更新。はい。
その後、彼女と連絡先を交換することになり、何度か電話したり、会って話したりしたが。ああ、こういう出会いでなんか、電話したり会って話したりって、運命的だな。運命的、すごいいい。いいね。この、本所七不思議の話題は出なかったので、もう飽きたものとばかり思っていた。が、今日になって急に、その七不思議探しの続きをやると言い出してここに。まあ足りなかった分がなんか満たされたのかな。条件があんのかな。夜のさ、満月の夜とかさ。ああ、はいはいはい。新月の何日とか曜日とか関係するんかな。うんうん、まああるよね。ホラー系だと13日の金曜日とかもよく言うし。で、あれ、陽子さん、どこ行った？あれ、おーい、あ、いるわ。あ、いるわ。でも先に周囲。彼女が言うには、この公園のあたりに本所七不思議の一つ、置いてけぼりとやらがあったらしい。置き去りにされる意味の置いてけぼりという言葉の語源にもなっているのだとか。うんうんうん。どんな話なのか資料にメモしてあったはずだ。やばい、怖い、 BGM がいい感じ。あの引きの絵になるのいいよな。うん、即セーブちょっと不穏な空気が漂っちゃって。で、資料のメモに残されているって言ってなかった？そうだ、置いてけぼり、これだ。今日に、今日かな、に残る伝承、本城を通る堀割の一角、金糸堀と呼ばれたあたりには、多くの釣り人が訪れていた。日も暮れ、釣れた魚を持ち帰ろうとすると、堀の中から、置いてけ、置いてけ、という不気味な声が聞こえてくる。それを無視して立ち去ろうものなら、体が動かなくなり、気づけば満杯だった、ビクが空っぽになっていたり、堀の中に引きずり落とされたりしてしまうという。そんな出来事が続いたこの堀を人々は置いてけぼりと呼ぶようになった。はぁ、あ。あ、これが七不思議の一つってことか。一つってことやな。うんうん。まあ、この辺はさっきなんとなく聞いたことなのか。いや、詳しく書いてあるな。墨堤と隅田川から取られたもの。ほうほうほう。あー、そうやな、墨のあれが違うよな。そうだね、墨田川区の名前は墨田区と表記が異なり、よく間違われるため注意が必要である。関東大震災や戦争中の空襲などにより幾度も被害を受けているが、その度に復興し発展を遂げてきた。かつては武士の住まいが多く立ち並んでいたこの地域は、近代では工業地区に、現代では住宅地へと変わっていったが、今日でも下町らしさは随所に見ることができると。結構ガチな東京都墨田区やな。そうだね。あ、ええー、すごい、すげえ、マップがリアル。墨田区南部にあたる地域、江戸時代中頃までは湿地帯が広がっていた場所で、まだ江戸の範疇に含まれていなかったが、明暦の大火の後に両国橋が架けられ、墨田川伊東の開拓にも着手された。本所地域には川や水路が多いのが特徴であるが、これは市街化のために排水整備で開削されたものである。方向が置かれ、これ町屋？町屋、町、町屋かな？町屋が、軒を連ねるようになり。軒を連ねるようになり、江戸の一部となると、開港院のある両国橋界隈には、見せ物小屋が立ち並び、盛り場として賑わいを見せるようになった。そんな本所は、現代においても浅草や深川などと並び、東京下町をイメージさせ、古き良き風情を残す場所と言われている。へぇー。勉強になる？これ本当なのかな？なんかな？で、金糸堀公園、ここに今ここだね。うん。うん、開園は1950年、金糸町駅にほど近く、四方を道路に囲まれた立地で広場のような湿地を持つため、待ち合わせや休憩などに広く使われる公園。南割下水の一部が金糸堀と呼ばれていたことが名前の由来。金糸町という名前も金糸堀から名付けられたもの。オカルトブーム。うわー、疲れた、読んで。心霊現象、超常現象、宇宙人、ユーマ、超古代文明、超能力、エトセトラ。いわゆる不思議全般を含み、巷で流行している社会現象。
イギリスのネス湖に生息する首長竜ネッシーや幻の珍獣ツチノコヒバゴンの目撃情報に世間は沸き、口裂け女といった都市伝説がささやかれ、テレビをつければ超能力者がスプーン曲げを披露し、心霊写真の特集番組では様々な霊媒師たちが検証するといった盛り上がりを見せていた。超常現象を専門に扱う雑誌も刊行され、ブームの収束は見えない。加えて近頃は蘇りの秘術なる古代の陰陽術が都内の一部で噂になっているとか。都内の一部、東京都墨田区ね。墨田区。うん。このヒバゴン私知らないんだけど。ヒバゴンは、うん。なんかね、四十八をやれば。あー四十八カッコ仮をやれば。なるほど。わかるけど、俺も詳しくは知らん、ヒバゴンの存在。なるほどね。まあ割とそういうコアな界隈では有名なものなのかな。うん、名前は聞く、ヒバゴンっていう名前は。うんうんうん、なるほど。電話ボックス。ユリゲラーな、スプーン曲げ。よくあったなぁ、当時。公衆電話が備え付けられた箱状の設備。主に公園や路上に設置されており、市内通話なら3分間10円で利用できる。そんな、だったっけ？なんかもっと短かった記憶あるけど、3分も使えたっけ？ 3 分も話せんねよ。ね、近年はテレホンカードと呼ばれる専用のプリペイドカードに対応した公衆電話も出始めており、小銭を持ってなくても電話がかけられるということで急速に広まっている。うん、テレホンカードよく使ってました。繁華街にある電話ボックスの内部には無許可の広告やビラがびっしりと貼られている場合も多く問題になってる。はーん、まあ、自分の店の宣伝とか。うんうん、うん、だろうな。ヒバゴン、日本に生息すると言われている類人猿型の未確認生物の一つやって。あ、類人猿型、へえ。で、広島県ヒバ郡かな、うん、にで目撃されているみたいな話からヒバゴン。なるほど。存在するらしい。うわ、そもそもあれだね、この本所七不思議を読んでなかったね私。一番大事なやつ。江戸時代、本所周辺に不思議な出来事が起こり、それらがいつしか七つの怪談として語り継がれるようになったもの。科学の発展していない時代、人々は不可解な出来事を心霊や妖怪の仕業として恐れたものだが、これも現代にまで伝わった当時の都市伝説と言える。名前とは裏腹に、実際には10種類以上の奇談が伝えられており、それだけ江戸庶民の話題の種となっていたのかもしれない。最も有名なものは置いてけぼりの慣用句の元にもなった置いてけぼりで、落語のネタにもなっている。代表的な本庄七不思議。あ、なんかめっちゃあるね。置いてけぼり、バカ林、送りちょうちん、送り表紙儀、落ち葉なき死、津軽の太鼓、足洗い屋敷、片刃の足、ひげずのあんどん。置いてけぼりがこれでしょ？うんうん。バカ林。これなのかな？もう、どれかわかんないな。いや、多分上から順番にじゃない。あ、バカ林、そう、送りちょうちん。うん。ね、うん、落ち葉。ん？送り表紙儀。足やば。何？どういうこと？あ、これ足洗い屋敷か。あ、足洗い屋敷。落ち葉なきし。え、もう、わかんねえや。まあ。いろいろあるみたいです。そうですね。この話になったらどれが何か答え合わせできるしょ。うん。ということで、OK。確認できた。から、あとは、あれだね。ようこちゃんに話しかけよう。OK。思い出すはやんなくていいかな。ガラキになった。いた。様子を見てると、福永陽子は今もまた、砂場を掘り返したり、遊具の裏を覗き込んだり。同じことしてんだ。動物のオブジェに何やら話しかけては楽しそうにペシペシ叩いたりしていた。夜にそれやるとちょっと不気味だよ。おまわりさん来るで。うん。それを叩き足りなかったってことなのか。まだ足りなかったみたいだねって。もっと叩いてほしいって。ド S だったね、陽子ちゃんね。あ、終わりか。じゃあ思い出さなきゃいけないっぽいかな。思い出すなんかな。うんうん。そう、俺は陽子さんに誘われて七不思議とやらを探すためにここに来ている。そういや、本庄七不思議の内容は一応全部調べておいたんだっけ。やるやん。忘れてるかもしれないから
今のうちに資料を確認しておいてもいいかもな。あーもうせっかくさっき見たのに。残りのやつが、あー全部追加されてる。出た。おー。じゃあ一個ずつあれだね。交互に読んでいこう。本所七不思議、バカ林。牛島に下屋敷、現在は駒形高校の敷地を構えていた藩主が遭遇したという回。自宅のそばを歩いていると、神楽林の音がどこからともなく聞こえてくるが、人に命じてその出所を探らせても、割下水付近で音は消えてしまい、どうしても突き止めることができなかったという。この不思議は狸林とも呼ばれ、その名の通り狸の仕業であるとする説も多く広まっている。狸林は聞いたことあるね。聞いたことあるような、ないような。あるけど確かに何のことかはわからん。で、この絵だと。で、うん、じゃあ送り提灯。はい。今日に残る伝承、送り提灯、うん。本音寺近くの暗い夜道を歩いていると、少し先に人もないのに提灯の明かりがぼーっと浮かぶ。誘われるまま、その明かりに近寄ると、ふっと消え、真っ暗闇になった、と思ったら、さらに少し先に同じ明かりが導くように浮かび上がるのだという。この現象は明かりを持たないものを、行き先へ案内してくれるありがたいものであるとする説や、ついていったものを道に迷わせる怪とする説、あるいは恨みを持って死んだものが迷い人をあの絵へ導くものであるとする説などがある。ほう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 。だからこれは、あ、俺が聞いたいいやつやと思ったら実はそうじゃないとか、まあ、怪しい噂もあるからついていっていいのかどうかわからなくなったりするよな。うんうんうん。不安にさせるな。次、送り表紙儀。入江町、現在の種目橋付近の自称が、深夜を告げる鐘を響かせる頃、夜回りが火の用心と声を上げ、表紙儀を打ち鳴らしながら歩いていた。すると、どこからか表紙儀の音が聞こえてくる。試しにもう一度カチカチと鳴らしてみると、やはり暗闇から同じようにカチカチと表紙儀を鳴らす音が聞こえてきた。しかし、夜回りがどれだけ探ってみても、周囲には誰の姿もなかったかという。なかったという。タヌキやキツネに化かされたとする説のほか、不用意な火事により命を落とした者からの警告であるとする説もある。なんか私が読むやつ全部なんかタヌキなんだけど。確かにタヌキ、キツネ、化かされてるみたいな話。化かされてる。あ、で、これなんだね。うん、うん。上のやつが標識か。うんうんうん。このカチカチするやつ。タヌキが化けたんやろみたいなやつか。うんうんうん。なるほどね。で、次、はい。はい。落ち葉なきし、奥倉橋北にある、藩主の上屋敷の庭、現在の旧安田庭園には非常に立派な椎の木が立っていた。町の人から椎の木屋敷と呼ばれるほどの名物となっていた大木だったが、その葉が落葉しているのをなぜか誰一人見たことがないという。あー、落ち葉ない。あー、本当だ。確かにそれは怖いよな。植物として怖いよな。そうだね。どんなに強い風が吹いたりとか雨が降っても落ちないってことだよね。ってことよな。怖い。不思議に思った人々があらゆる噂話を立てるうち、その木は落ち葉なき椎とささやかれるようになった。しかし、もともと椎の木は常緑樹なので葉を落とさないことは不思議でも何でもない。あ、そうなの。なのに人々が奇談として噂を立てたことが、この不思議の不思議たりゆえんとも言われている。もともと落ち葉はない木なんや。ああ、はあ、なかなか落ち葉がなくても別におかしいことじゃないけど、うん、普通落ちるよねって。っていう発想から、うん、勝手に噂が成り立ってったってことか。だし、なんか人がさ、そういうことを口にすることで、なんかちょっとそこに霊が集まるみたいなさ、なんかよく言うから。結局、誰かが言い始めないと始まらんっていうのあるよな。うん、ねえ。わあ、ちょっとこれ不気味だったな、今。津軽の太鼓、今日に残る伝承。緑町にて、ひときわ広い敷地を誇っていた、弘前藩津軽家大名の神屋敷には、火事を見張るための二畳五尺、約 7.6 メートル、もある高い火の宮蔵が建てられていた。これって青森の話じゃないのか？弘前、津軽。なんじゃない？だよね、津軽、そうだよね。で、通常火事を、報せる。知らせるか。火事を知らせる際に太鼓を鳴らすのは、常備消しという役人だけに認められており、
大名屋敷では、晩儀を鳴らす決まりになっていたが、この津軽屋敷の日の宮倉では、なぜか太鼓を鳴らすことが許されていたという。神屋敷の存在感もあって、このことは町の人々の興味を集め、様々な憶測や噂話が生まれていった。ほう。なぜか太鼓を鳴らすことが許されていた。あ、役人以外にも許されてたってことか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。バンギを鳴らすのが太鼓に変わってるってことやろ。あー。だから、その、屋敷の存在感もあって、あそこはなんで太鼓なんやろうっていう、噂や憶測が生まれてったってことじゃない？普通はバンギっていうのを鳴らすのに。なるほど。大名屋敷だったら普通はバンギなのに、その役人が鳴らす。屋敷では、太鼓やったよっていう、うん。はい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 。それ七不思議なの？なんか意味があるんじゃないっていうようなその噂や憶測が、うん、そうそうそう広まってったってことよな。なるほどね。はい。三笠町にある旗本屋敷で牛蜜時になると起こったという怪異。はんはん。生臭い風とともにガタガタと柳がしたかと思うと。広間の天井を突き破って血まみれの巨大な足がニュッと現れ、足を洗えとけたたましく命じてくる。うわ、血まみれ。下働きの者が水で丁寧に足を洗うと足は引っ込み天井も元に戻ったという。それが毎夜続きたまらず悩んでいた主人が知人と屋敷を交換してもらったところ、その足はピタリと現れなくなった。へー。その屋敷になんかあるってことやな、要は。そうだね。うわ、これちゃんとしてるじゃん。うん。なんかそれこそ現代で思う七不思議やなみたいなさ、うんうんうん、それこそ足洗い屋敷、あのあれよ、口裂け女とかさ、そういった類の、うんうんうん、七不思議の感じがするな。そうだね。で、片刃の足。止め蔵という評判の悪いならず者がおこまという娘に恋心を抱いた。あら、止め蔵はことあるごとにおこまにつきまとい、幾度となく言い寄るものの全く相手にされず、拒まれ続けた。あまりにも邪険に扱われたことに逆上した止め蔵は、短刀を持って両国橋の脇堀付近でおこまを襲い、片手片足を切り落として、堀に投げ入れてしまう。ほわー。以後、その堀の周囲に生える足は、なぜか片側にしか歯をつけなくなったという。こわ。うわー。だいぶイカれてるやろ。おい、止めぞ。止めぞ。止めぞ、お前。ちょっと、ヤンデレもいいとこよ。ヤンデレや、止めぞ、ヤンデレやった。こんな時から、こんな時代からヤンデレというものは存在するんですね。エモとヤンデレは存在してるから、江戸から。いやー、おこまかわいそう。だって、マジっていう言葉って江戸からあるんやろ。あ、ね、そうだよね。結構、現代と何ら変わりないかもしれん。変わらんかもしれんな。エモーって言ってたかもしれんもん。うん、言ってたかも。このシチュエーションエモーって。シチュエーションとかエモーとかって全部カタカナないよね。エモーショナルと。外国から影響めちゃめちゃ受けてんじゃん、エドから。じゃあ最後、ピエズのアンドン、はい、よろしく。身体の芯まで凍ってしまいそうな冬の南割下水沿いを歩いていると、行く手に二八そばの屋台が出ていることがある。しかしその屋台、奇妙なことにいつ見ても主人の姿が見当たらない。なのに、その安どには油がなくとも常に明かりがこうこうと灯り続けていた。試しに消してみようとも、すぐにまた灯り始めるのだという。この話は逆に蕎麦屋のあんどんがいつ消えていて明かりを灯してもどうしてもすぐに消えてしまう明かりなし蕎麦として伝わっている場合もある。ああ、逆で伝わってるっていうことか。ああ、ずーっとついちゃってるよとずーっと消えちゃってるよの話が2つあるんだ。ああ、まあこういうのって極端にそうであるかそうでないかっていうのも存在するよな。うんうん、うん、どっちなんやみたいな。で、確かめたくなるとかさ。そういうもんよな。そうだね。てか、この二八そばの上にいるこいつ何？そいつが、なんか操ってんじゃない？
狐みたいなさ。もう電気つけてやるよ。さ、なんか暗いだろう夜道、大変だろうって。なんか送り提灯もあったよそんな。ああ同じような。確かに。なるほど。で、これで一通り全部見たね。一通り見たってことやな。うん。で？あ、もう一回行けるね。おや？こっちに向かってくる。あ、近い！ねえ、今の、何？今のって？え？なんか聞こえなかった。私たちがやんやんやんや喋ってんのが聞こえてたんかな。かな、気のせいちゃう。気のせいだと思うよ。だって画面越しだもん。いや、特に何も聞こえてないが、気のせいじゃないか。そっか、気のせいか。でもキーエ君は素質あると思うから、ちょっと注意しといてね。素質ある？なんか怪異とか呼び寄せるみたいな感じなんかな。ああ、引き寄せ体質か。素質？何の話だ？え？霊感だけど、そこそこいける口だよね。は？初耳の顔。いや、そんな強めなカクテルを勧めるとき、みたいに言われても、気にしたことないが。あれ？でもさ。私の姿は、見えてるんだよね。はあ、そもそもね。ヨコちゃん、え？え？嘘だよって言ってほしいな。冗談だよ。ちょっと待って、なんで言ってくれないの？言ってほしいな。起きえ正午午前1時台金絞り公園。安心させてほしかったんやけど。うん。またセーブ。あ、ちょっと距離が遠くなった。本当だ、悲しい。お化けかもしれないと思ってビビっちゃったかもしれない、おきいえくんが。え？え？いいよ、話しても。まあ、周囲調べたかったら。いやいや、冗談だよね。何が？ほら、今の。ようこさんは、霊感がないと姿が見えない類のあれってのは。もちろん冗談だよ。やだな。私が魑魅魍魎の類だとでも？よかった。よかった。まあ、でもね、おきいえくんの霊感が、ジンライム一気飲みレベルだってのは、ほんと、なんか後ろに、人の姿ない？え？今、おきいえの後ろにおったって。やめてよ、やめてって。今おったって。やだよ。なになに？おったおったおった。今は？今は、多分ちょうど真後ろ。え、ちょっと、もっと動いて、もっと動いて。一周回ってほしい。きっと止まっちゃうんやろうな。止まっちゃうんやろうな。あ、止まっちゃった今おったって。なんでよ、ちょっと気になるけど見たくなかったから、まあいいか。セーブしてるんやったら別にやり直してもいいよ。いや、うん、いいです。だからこそ、七不思議探しも手伝ってもらおうと思ったんだもん、実は。なるほど。一応確認だけど。ヨコさんは、そういうのが見える人ってこと？そうだよ、だって今もそらそこにいて。うん、後ろにいるよって。うん、まあね。私もモスコミュールくらいならいけるかな。なんですぐカクテルで立ち寄るんだ？その、霊感の強さをアルコール度数で例えるのはどこの文化なんだ？気になる。うん、信じてないね。まあ、それも仕方ないけど。あ、近い。でも、おきいえくんもさ、本当は見えてるんじゃない？いろいろ。見えてる？え、もうチューしちゃうよ！ちょっと、そういう例もあるよ。目に入ってても、認識できてないだけなの。いや、まさか。いや、もう近すぎ近すぎやって。ああ、ドキドキした。ちょっと周り見てみる？うん、あ、でも。こんな深夜でも、霊感云々の話を平気でするし、全く怯えてる様子もなく、ケロリとしている。単に度胸があるのか、慣れてるのか、それとも、まさか本当に？
うん、じゃあちょっと周囲あるんかな。どうなんだろう。そうこうしてる間にいつの間にか深夜の1時を過ぎていた。なんだか少し寒気がしてきたけど、これはただ空気が冷たい季節になってきたからだろう。秋とか冬の初めとかそのぐらいなのかな。まあ木枯れてるしな。ああそうだね、きっと。だとしたらあの陽子ちゃんさ、ちょっと薄着よな。うん、寒くないかい。だいぶ寒いと思うけど。僕が温めてあげる。温めてあげるよ。特徴的な遊具がある。昼間多くの子供たちを戯れている遊具もこの時間じっと眠って遊んでいるようで、いや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 、あ、休んでいるようだ。いや休んでるね。すぐ遊んじゃう。まあこれぐらい電話ボックス。そうだね、これも同じかな、うん、で思い出すしかないっぽいかな。思い出すか。ようやくいろいろ思い出してきたけども、まだ時々頭がもやっとするな。ああ、え、まあ、まだ話せんのかな。あ、霊感のこと。心霊写真なんかは雑誌で見たことあるけど、本当にああいうのが存在するってことなのか。うん、いるいる。でもちゃんと信じてないと脳がそれと認識できないから気をつけてね。心霊を疑ってる人は素質があっても見えないと。あ、よかった。そう、精神や魂と密接に関わってる世界だから、意識をシンクロさせないとそっちの存在を認識できない。たまたま見えちゃう人は雰囲気に飲まれてなんか出るかもって信じちゃったせいだね。あ、じゃあ素質があったら見えちゃうかもしれない。私かもな。うん、そういうものなのか。要はどんなにお酒に強い体を持ってても飲まなければわからないのと同じことかな。わからんかったよ。その例えはどうなんだ。私も言っててちょっと違うなって思った。俺じゃあちょっと違うなのことに俺感心してた。何も分かってないやつやんけ結局。あのな、あーで、いろいろ聞けるわけだ。そうね、いろいろ話していこう。うん、お酒のこと。ところで陽子さん、本当のお酒はいける口？もうびっくりした。急に現実的なとこを踏み込んできたね。いやほら、なんか薄ら寒い空気になってきたから、一旦気分を変えるための雑談ってことで。あら、ちょっと待って。ほほ、気になりますか。そうね、お酒か。まあそこそこいけなくもない方だとは思うけど、実は本物のモスコミュール飲んだことないんだよね。なんだ、そうなんだ。知ったかぶったのバレちゃった。興味はあるんだけどね。陽子さんおいくつなんだろう。23って言ってた。あ、そっか、23か。じゃあ近々飲みに行ってみるかい。お、誘われちゃった。やっぱりそれも下心人情。うん、そうだよ。いや、そういうわけじゃ。否定してきた。冗談冗談。うん、いいよいいよ。無事に七不思議見つけたら一緒に行こっか。あー、フラグに聞こえちゃうのだ。よし、じゃあ張り切って探すぞ。浮かれてる。なるほど。あ、チェック入った。あ、霊感のことまだ聞けんのか。じゃあぽいね。ちょっとまだあれだ、本庄七不思議聞くわ。そういえばあれから本庄七不思議について俺も図書館で調べてみたんだけど。もういいね、どうだった。いや、いくつか気になることがあった。ほうほう、どれどれ、お姉さんに聞かせてごらんなさい。まあ、七不思議の数、そうだよね、10超えるみたいな言ってたよな。かな。うん、七不思議って言ってるのになんか9個くらい話があったんだけど。あれ、そうだっけ。まさかそこに気づくとは。里井、え、里井って何。里井、まあ、賢いとかなんかそっち系の意味なのかな。聡明とかそういう系の、なるほど。まあ古い伝説だからね。一説によると大小を含めて15個くらい伝わってるっていうし。そんなにあったのか。余る話の方が多いじゃないか。でもほら、
9不思議とか15不思議よりも7不思議の方がなんか言いやすいじゃん。なんかな、7不思議って妙に落ち着くよな。うん、しっくりくるよね。数的に。8不思議。なんか素数っていうのもあんのかな、うん、あー、なるほどね。割り切れへん数というか、自然数というか。うんうん、うん。素数。素数の中でも、なんか、口当たりがいい。いいかな。1、3、7、うんうん、13とかよりかは。うんうん。いいのか、そんなんで。言いやすいからこそ伝承として後世まで語り継がれたってのはあるんじゃないかな。もっともらしい。なるほど。あ、間違った間違った間違った。話すんです。お顔ね。本庄七不思議、こっちね。階段なのこれ。あのさ、いくつかの不思議話を確認したんだけど、あんま怖くないし、これって階段なの？なんか怪しいやつあるよな。ねえ、なんか、うん、これって怖いのかみたいなやつ結構あったよね。そうだね。階段ってよりは、ただ不思議な噂話を集めましたって感じの内容だよね。一部ちょっと物騒なやつも混じってるけど。この場所に関係するって言ってた、置いてけぼりっていう不思議も、その堀で釣りをすると置いてけって声がして、取った魚を取られるって話だったけどさ。そうだね。陽子さんは、そんな現象がこの公園に現れるのを待ってるってこと？いや、何百年も前から伝わってる話なんて、そりゃあもういい加減なもんでさ。語り部を経ていくうちに伝言ゲームみたいに話の内容なんて全然違うものになっちゃうわけだ。それは、つまり、元々の置いてけぼりは全然違う内容だったってこと？そうそう。きっとね。だってさ、気にならなかった？ん？置き去りにする意味の置いてけぼりは、この置いてけぼりが語源だって言うけどさ、今伝わってる不思議の内容に、そんな誰かを置き去りにするような意味全然ないじゃん。ほんとじゃん。確かに、言われてみれば確かに。うん。すると、本当は何かを置き去りにするような話だったかもしれないってことか？ほう。だからそれを知りたいってこと。その話に込められた本当の意味を知りたい。うんうん、うん。っていうことなのかな。長い時を経ていくうちに、ねじ曲がった。ねじ曲がってしまった。不思議の真実を確かめる、うん。はいはいはい。っていう感じなんか。なるほど。なるほど。オッケーオッケー。いや、面白くなってきたんじゃない？そうだね。ちょっとこっちは最後にしようか。最後かな。うん。うん、霊感の続きこう。っていう話を信じたおきいえくんなら、少しは見えるようになったかもよ。っていうのは、あれか。なんだっけ？あの、見えるって思うようになったら、見えちゃうっていうやつ。ああ、そっか。疑ってる人は見えないよって話だな。うん。いや、まさか。あ、終わり？あ、また間違った。すぐ胸をクリックしてしまう。下心やん。ごめんなさい。蘇りの秘術のこと。そういや、さっき、蘇りの秘術がどうとか話した気がするんだけど。お、さすがマティーニおきいえ。お目が高い、よく覚えてたね。アルコール度数が上がった。いや、アルコール度数の話されてもわかんないよ。お酒の話してるんやなっていうのはわかるけど。うんうん。それ単体のアルコール度数が強いとか、俺は知らん。そうそうそう、細かいのはさすがにわかんない。マティーニもお酒だったんだね。でも、おきいえくんも知ってるよね。蘇りの秘術のことは。雑誌なんかでも取り上げられて、ちょっと前から話題になってたことだし。ああ、なんとなく聞いたことがあると思ってたけど、それか。けど、これこそうさんくさい噂話の類だと思うんだが。蘇りの秘術とは、太古の昔、巧妙な陰陽師によって生み出された死したものを蘇らせることができるという禁忌の法術。なんとその術について具体的に記された古文書が残されていた、古文書だね。古文書が残されていたっていう話だけど。これ、郷土史研究家の荒石秀樹先生が発表した内容が噂の出所なんだって。
へえ、さすが。その手の話は詳しいな。荒石秀樹、後から出てきたりすんじゃない？荒石秀樹。ね。9人の男女のうちの一人。ああ、かもしれん。私こう見えて実は不思議大好き女子だからね。え、そのさ、うん、9人とさ9不思議関係すんのかな。あー、それぞれ一個ずつ、一人一個ずつ、なんかそれっぽいのが体験しちゃうみたいなさ、そういうのもあるんかな。来るかもね。いや、知ってる。そっか。あ、今のじとめ可愛かった。でも研究者が発表していたことはそんな根拠のしっかりした話だったのか。だからあるよ、蘇りの秘術も。陽子さんにそう断言されると本当にあるような気がしてくるな。騙されやすい男。そうだね、なんかコロッとコロッと言ってるね。哀れ。陽子ちゃんがコロッと丸めるのが上手なのか、それとも大きい絵がコロッと丸められやすいのか。られやすい方かな。そうか。そうそう、まず信じることから未知への探求は始まるのだよ。これ、さっきの荒石先生の言葉ね。ああ、資料が更新。あれ、そうなってくると、また気になるんだけど。ん？陽子さんは、その蘇りの秘術ってやつも探してるってことなのか？本庄七不思議と蘇りの秘術って、もしかしてなんか関係あるとか？もう。お、鋭い！鋭いな、浮江くんは。ね、実を言うと、本来の目的は逆なの。逆？蘇りが本命か。うん。私、最初は蘇りの秘術を探してたんだけど、そしたら、本庄七不思議を調べる必要が出てきたんだよね。そうなのか。とすると、ほう。ああ。どうして秘術を探してた七不思議と。まあ、七不思議とどう関係なのかは気になるな。そうなると、七不思議と秘術の関係が気になるところだけど、これまでの話を総合すると、その、本庄七不思議の本当の話、本来の話とやらが、蘇りの秘術を手に入れるための鍵になる。うん。だからここで、本庄七不思議の一つを調べている、とか、そんなところか。まあ、全部を体験すれば、力を得れるとか、そんな感じに近いんやろうな。うん、ってことになるね。うん、おー、いいまとめだね、サトイ！さすが私の有能アシスタント。はぁ、サトイってよく言うんだな、ヨーコちゃん。口癖なんかな？うん。私、有能アシスタントって言われちゃった。へへ、いいえ。いつまにか関係が変わっている。いや、私も噂話で聞いただけなんだけど、どうも本庄七不思議っていう伝承が生まれたきっかけに、蘇りの秘術が関わってるとかどうとかで。本庄七不思議が生まれた頃ってことは江戸時代に？でもさっきの話だと、蘇りの秘術は太古の昔に生まれたものじゃ。って言ってたよね。言ってたな。うん。うん。太古からの伝説の秘術を江戸時代のとある術師が復活させたってことみたい。その復活させた際に、うん。なんか封印してた呪いが、こうバーって拡散しちゃったとかさ。あー。そういうのもあるんじゃない？9つに分かれた。そう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 。なるほど。さっき言った秘術について記された古文書ってのが、どうも江戸時代に書かれたものらしくてね。あ、六名簿っていうらしいんだけど、その古文書。ほう、六名簿。それによると、秘術を得るための秘密が本庄七不思議に隠されているのでは、と。そんな説が有力視されてて、実は今そっち界隈では本庄七不思議が熱いんだよ。どっち界隈だよ。それに急に話が うさんくさくなったけど大丈夫なのか？まあ、うん、さっきからプンプンですよ。だからさっきも言ったじゃん。未知の探求は？未知の探求は、
一の探求は、なんとかから始まるのだよ。なんだっけ、忘れた。あ、信じるところから始まるか。まあそう言われたらそれまでだ。これは覚えとかないといけないかもしれない。覚えといた方がいいかな。信じるところから始まる。うんうん。資料が更新されましたと。名言かもな。ね。未知の探求は信じるところから始まる。どうして秘術を探してた？陽子さんが死んだ人を蘇らせる秘術なんてものを探す必要があったのは、何か事情があったりするのか？まあ、事情なきゃ探さんけどな。そうだね。相当蘇らせたいと思わなきゃ行動に移さないだろうし。うん、ああ、いや、なんでもない。つい興味本位で立ち入ったことを聞いてしまった。ごめん。うんうん。いいよ。おきえくんには話しておかなきゃって思ってたから。はあ、クライマックスじゃない？大丈夫？これで終わりやろ、もう。ねえ。実は、おごぽごをね。おごぽご、なんか聞いたことあるかも。え？おごぽご。もう、なんもわからん。それも、なんか、そういうオカルト系のワード？ワードじゃなかったかな。勘違いかもしらんけど、おごぽご。なるほど。おごぽご。おごぽご？うん。おごぽごを生き返らせたくて。全然わからん。ペッキーがもし知ってるものだったら。いや、わからん。ペットの名前をおごぽごにしてるだけかもしれん。やばいな。名前のセンスどうなってんだ。あー、ペットっぽい。ペットっぽい。おごぽご。ほう。一月前くらいに、事故で死んじゃったから。おごぽごが、事故で？あー、ごめん。おごぽごっていうのは、うちで8年間飼ってた犬の名前で。言いづら。なんかで、聞き覚えあんねんけど、なんかペットの名前がめちゃくちゃ呼びづらいみたいな。俺なんか、知ってるような知らんようなみたいな感じなんやけど。え、じゃあもしかしたらこの犬の名前も何かに関係してるかもしれない？なんかあんのかな？全部伏線かもしれないからね、疑ってかかっていい気がするわ。おごぽごを調べてみようかな。おごぽごちゃん、おごぽごこっちおいでって呼びづら。おごぽごはカナダブリティッシュコロンビア州のオカナガン湖で目撃される水星のユーマ。お、ユーマ。あ、だから俺聞いたことあるのか、おごぽご。なるほど。ユーマの名前、おごぽご。うわー、そっか。でもまあオカルト好きだもんね、うん、オカルト好きやからつけるんや、そういう名前。おごぽごはでもちょっと普段呼ぶには大変だと思うけどな。うん。濁点半濁点ついてんのきついよ。ああ、犬ね。なるほど。そうか。ずっと一緒にいたのに、事故で亡くなったのは辛かったろう。そうね、寿命もうちょっとあっただろうにね。うん。犬に秘術が効くのかは正直わからないけどね。なんか死んだ人って言ったもんな。確かに。案内人は。うんうんうん、人を生き返らせる。でもせっかくこのタイミングで知ったわけだし、やれるだけやってみようかなって。ほら、あの子のためにせめて何かしてないと、なんか耐えられなくなっちゃいそうでさ。ああ、なるほどな。そういう事情ならこの行動もわかる。教えてくれてありがとう。辛い話なのに。ああ、こういうこと言える大きい家。なんでこいつモテないんだ？なんでや？なんで恋人募集中やね、うん、なんでだ？うんうん。でもこれのおかげで大きい家くんとも出会えたからね。少なくとも無駄じゃなかったわけだ。もちろん秘術だって本気で取りに行くけどね。ヨコさん、もしそれが叶わんかったら俺が犬になるよ。ケルベロスって呼んで。そう、地獄の番犬ケルベロスって呼んで。あれ、伏線だったのかな。ここで犬つながってくるか。すごい。なるほどね。そういう伏線やったか、犬っていう名前にしたのも。なるほど。ケルベロス、おごぽこの代わりにケルベロスになるよって。そう、ケルベロスって呼んで。ああ、俺もできる限りのことは手伝うよ。
やった、ありがとう。じゃあ引き続きよろしく。え、ああ、何、なんだ、え、今なんかすごく変な空気が。溺死します？考える。考える。考えて。考えるけど。保存しちゃう。え？なんだ今の。え？はい、考える。え？これドラッグできる？あ！あ、できた。後ろ、後ろって言ってる。ちょっと待って。え？え？ちょっと待って。はい。ちょっと、ヨーコさんの方向こう。一旦。はい。一旦。ほら、もう指さしてんのさ。後ろやろ、こんなん。ちょっと、ちょっと話しちゃうの聞こう。一回話聞こう。落ち着くために。やだー。ヨーコさん、どうかした？おい、どうしたんだ、しっかり。嘘、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 やだー。俺の背後を凝したまま。凍りついたように動かなくなってしまった。後ろ向けってめっちゃ指のところアップしてくるじゃん。後ろに何かあるのか。やださあどうぞ、後ろを振り向いてどうぞ。行くよ。うん、いいよ。えい、え、え、いや、これ陽子さん、あ、え、真後ろ、なんかあんのか？あ、空とか。え？ああ、なんもないけど、下、下らへん、なんもない。あれ？な、なんすか？え？あ、ようこさん、ようこさん。ようこさん、どうしたんだ。ちょっと。あ、でもこれね、ちゃんと、もう、全部調べたんじゃん。行くよ。あ、いいよ。えい、あれ、もうちょっと振り向く。え、あれ、まだ話せんのかな。なんもないけどな。ねえ、なんもないと思う。え？え？どういうこと？あー、なんか見る必要あんのかな。あ、こっち向いて考える。考える。あ、違う。違う。え？なんかまだ話せんのかな。まだ話、え？いや、え？ダメだ。話をできる状態じゃない。え？電話ボックスとか調べられへんかな。調べられる感じじゃない。なんか見つけないといけないみたいだけど。うわぁ、え、あ、あ、なになに、はい、え、なに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 、なんだ、あ、え、どうした、今何かあったのか。なんか押せって言われてた。陽子さんは、陽子さんはおるのか。おら、おらんく。あ、あ、あ、ようこさん、嘘、え、生きて、生きてる、生きてる、動いてはいるけど、え、ちょっと待って、溺死した感じ。はぁ、え、ようこさん、なんで、え？ちょっと、あんなガチ恋距離まで近づいて私たちを翻弄しておいてそんなすぐ死ぬなんて。どうした？何が、何が、なんで？でもまだ生きてるくない？いや、生きてない。生きてないか。意識はないやろ、もう。はぁ、あ。え？は？起きい正午午前1時台。え？は？あれ？でもさっきも午前1時台だったよね。うん。